石亀の赤ちゃんゲットしました。もう一匹ゲットしました。どっかこの辺から割れてきようかな。どっから生まれてきようかちょっと特定できませんね。雑草だらけですからね。はい、8匹目9匹目を今日見つけました。生まれて数日は経ってますね。もうお腹のヨークサックが消失してます。ではですね、兄弟たちの、水槽に入れたいと思います。ちょっと水が汚いので後で水替えをします。でですね、ちょっと早速なんですけど、今年のベビーにもですね、なんか水カビができてきてるような兆候がありますね。ちょっと早めに手を打たないとまた大変なことになりそうですね。水は毎日変えてるんですけどね、どうしてもこの水カビ病にかかってしまいますね。ほぼ毎年かかってます。おそらく私の飼育環境がうまくないんでしょうけどね。はい、ということでですね、水カビ病対策、まあもう予防というより治療ですよね。こういうような環境を作りました。衣装ケースのですね、3分の1を水場にしました。やっぱ水がないと脱水で死んでしまうので、そしてほとんどをですね、もう乾燥のための空間にしてます。水カビ病はですね、水の中にいるとどんどん繁殖していくので、乾燥させることが大事というような文献も見ました。水の温度を28度で保つと治療効果があるということで、去年それで越冬して水カビを悪化させないで治療したという実績もありますけど、今回はこれでちょっと挑戦してみたいと思います。では移していきます。やっぱ最初に見つけた子亀は結構でかいですね。こんな感じです。差がありますよね。数週間でこのくらい大きさの違いが出ます。とりあえずこれで、ちょっとしばらく様子見てみたいと思います。それではまた。